テニス365の田村です。本日は両手バックハンドの安定性を高めるための説明をしていきたいと思います。で、今回もある選手をピックアップして、その選手を参考にバックハンドの説明をしていきたいと思います。で、今回の選手はダニール・メドベージェフ選手ですね。ちょっとフォームはかなり特徴的ではあるんですけども、トッププロの中でも両手バックハンドですね、がかなり安定していて、守備的な選手ではあるんですけど、しっかりコースも打ち分けられるっていう形なので、どういった特徴があって、なんで あんな安定するのかっていうところも説明していきたいと思います。メドベージェフ選手のバックハンドのラケットの握り方として特に特徴的なのは左手ですかね。左手のグリップの持ち方が多分普通の選手よりもちょっと厚めの時が多いですよね。状況にもよると思うんですけども、基本的なものがちょっと厚めに握って、なおかつちょっと短めに持っているっていう形が特に多いかと思います。打ち方としては目立つではないんですけど、こう迫力のある打ち方ではなくて、もう本当にシンプルに後ろにボールの後ろにラケットを引いてもらって、でそのままシンプルにこうまっすぐ前に出すっていう形になるんで、かなりミスショットは低くなります。なんでフォロースルーとかにすごくこう、最初のフォームとかもですけど、すごくこうなんだろう、フォーカスされやすいというか、すごくちょっと変わった打ち方なんで、ちょっとそこに目が行きがちなんですけども、やってることはとてつもなくシンプルな動きをしています。本当にボールの後ろにラケット、特に左手をこう後ろに引っ張ってもらって、でこれもある意味こうバランスが崩れない程度ですね。あんまり体をこう丸めるっていうよりは、姿勢をちょっとこう保った状態でまっすぐ振るような形になります。でここからショートクロスとかも打つのすごく上手な選手なんで、ここから左手のこういう使い方でショートクロスに持っていったり持っていったり、そのまま左手を流すような形を作ってストレートに持っていったりと、いろんなショットを打てる選手なので、かなりこっちの左側の動かし方が上手な、当然ですけど上手な選手になってますんで、とにかくここのまっすぐ引いて、でまっすぐ引いてそのまま合わせる時もあれば、少し勢いつけたかった時にちょっとラケットヘッドを最後上がって、ラケット振り下ろす力を使ってボールスピードをパンって上げる時もあります。そこは使いようですかね。でも無理やりこうなんだろう、回転してるっていうよりも、本当に動きはシンプルな動きになってますね。ボールの後ろからまっすぐ当てるっていう形で、かなり安定したショットになってますね。なのでちょっとこうフォロースリーに気を取られすぎないように、ラケットの引いてる位置とか引き方をちょっとまず参考にしてもらえれば、安定したバックハンド生まれると思います。では実際に打っていきます。で球出しでちょっとやっていくんですけども、もう本当にボールの真後ろにセットしてもらって、そのまま前に押し出すような形ですね。左腕で押し出すような形ですね。無理に、回転っていうよりは本当に左手を左肩を前に押し出すような形でやると、かなり安定性が上がっていきますので、パワーを出すっていうよりはもう本当にタイミングと面の当て方でボールをコントロールする形ですかね。で引けるところまで引いちゃえば、自分の体が崩れないところまで引いちゃえば、それはそれでパワーが生まれますんで、ちょっと優しく打っちゃったら、その左の引きをちょっと弱めて当てる、でちょっと強く打ちたかったらちょっと引きを大きくして振り抜くっていう形になりますね。でさっきも言ったようにテイクバックのこのまっすぐボールの後ろに引いていくっていうのは変わらないので、イメージよりも打点が後ろ側ですね。結構引きつけて打つ選手ですんで、その分、打つコースも分かりづらいのと、そこからラケットをこう返すっていう技術がすごいので、いろいろとこう同じ形から、同じ形からこういろんなところを打てるっていうのはありますね。そうですね、前で取る、こうやって取るっていうよりは、かなり懐を引きつけて引きつけてからいろいろ選択肢が生まれるようなバックなので、相手側からするとタイミングが取りづらいのと、コースも分かりづらいっていうのはかなりありますね。
しっかりとボールの後ろに引いて、よいしょ、後ろに合わせてまっすぐ引いて、まっすぐ振り下ろす、まっすぐ引いてまっすぐ振り下ろすという形。スイングスピードは別に速くなくてもいいので、どれだけうまく面に当てるか、当たる形をどれだけ崩さないかっていうところが大事ですね。さっき言ったこう懐が深い分、いろいろこう振られて体勢が崩れた状態でもしっかりとボールを引きつけて打てますので、低いボールからでもいろんなショットが打てます。姿勢の低さもあるんですけど、どれだけ状態が崩れないか、オープンスタンスで打つこともあると思います。踏み込むこともあると思います。当然下がるボールが来ることもあると思うんですが、その時でもどれだけこっちの左側をぶらさないか、ここから木にロブもこうやって上げられるはずですね。どれだけうまく引きつけて、まあ、シンプルな動きをどれだけできるかですね。よいしょ。スイングスピードとかパワーっていうよりはもう本当タイミングとバランスですね。バランスをどれだけ保ったまま振れるかどうか。今実際にボールも打ちましたけども、まあ、メドベージェフ選手を参考にして、まあ、ちょっとバックの安定性を高めていこうと思った時に、どれだけテイクバックの形をシンプルにできるかってね、握り方等はまあ人それぞれではあると思うんですが、ボールの後ろ、飛んできた飛球線の後ろにしっかりとまっすぐこう引くっていうのはどの握り方でもできることではあると思うので、そこからまっすぐ引いて、まあ、打点から逆算したテイクバックっていう形ですかね、になるとボールの、まあ、打点ですね、打点にこう合わせやすくなるので、まあ、ちょっと安定させたいなっていう方、まあ、パワーも必要だけど、パワーよりもまずしっかりボールの面に、ボールをラケット面に当てたいなっていう方は、ちょっとこのテイクバックもありだと思います。走らされてもそこのバランスが崩れないっていうのがメドベージェフ選手の特徴でもありますので、どれだけ振られてもこういうふうに体が倒れていくのではなくて、しっかりと姿勢がまっすぐというか、右肩がこう必要以上に上に上がらず、まっすぐしたところでボールを引きつけて打つっていうのがバックハンドを武器にしている選手なので、まあ、そこのいろんなコースの選択肢が増える形になりますので、ちょっとそういったところもテレビ等で見れると思いますので、そういったところも注目しながら見ていただけるといいかと思います。派手なショットだけに気をとらわれすぎないようにと、あとフォロースルーに目を奪われすぎないようにちょっと見てもらえるといいかと思います。次回はサーブの説明になります。これもまた選手を例にして、その特徴とどういうところを真似すれば選手のサーブにちょっと近づいていけるかというか、よりパワー出せるかというところを説明していきたいと思いますので、またそういったサーブの方もよろしくお願いします。